裏切り者の汚名を着せられ、誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当のホカゲであると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だがそれはイタチ自身が否定し、ナルトに伝えたことでもあった。ホカゲになった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者がホカゲになるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。過去の迷いは断ち切り一新する。お前を切るのをはじめとしてな。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前なら弟を止められる。絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷で、ナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。ここでな、お前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それで手掛けだって、お前には渡せねえ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ。雨の手力、やりだ。よっつよっつどうなったよ。お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。手の手力。よっしゃ。全部過去の人たちから学んできた。第7回や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすれば。分かってる。遅い。お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。約束したからな。お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。
草の尾で終わらせる。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん助けを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していたもの、憎しみに包まれたもの、他里を拒んでいたものも、痛みを抱えていたものもだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なあに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きの国さ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。
っさと切られやがれ。これじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりつながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前は、はい、うわっ、サスケ、お前も知ってんだろ。これは昔里のみんなに嫌われてた。俺も昔は里のみんなを恨んでた。いつか間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに俺はいつも一人だったけど、同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7巻で任務やってみよう。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。なんだ、てめえは一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だろ、昔から変わらないお前のその態度が、俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口のこと出さないけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。最後にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。ラテンガン、お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。
お前は。毎日すかしやがってムカつくんだってばよお前は。ああ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。でも言ってんだ俺。バーカバーカバーカ。勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。これまでの戦いをサスケやるぞ。Thank you.
死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。つうかお前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うっすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。